巨人は5日、大田流投手、星名光一外野手、安倍健佑投手ら育成6選手に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。写真、2軍戦で大炎上4回途中12安打10失点に、申し訳ございません、通達された選手は以下。高田流星、奈良木陸、大田流、安倍健佑、山本一騎。 星名高一太田は150キロ超の速球が持ち味だったミニュで、JR 東日本から19年ドラフト2位で期待されて入団したが、故障にも苦しみ、1軍での登板はなかった。今季は育成選手としてプレーしたが、2軍でも1登板に終わり、アピールできなかった。星名は創価大から20年育成ドラフト11位で入団。 21は2軍で52試合に出場して打率。255をマークしたが、今季はわずか3試合の出場に終わった。安倍は札幌大谷から20年育成ドラフト8位で入団。身長2メートルの大型左腕として注目されたが、支配下昇格はつかめなかった。